皆さん、こんばんは。Qルームです。本日は、私、トーミメイと、私、ムツイシ・ハルナの二人でお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はよろしくね、メイちゃん。うん。あ、そうそう。今朝、ご飯の時に、メイちゃんの話題になってね。え？この前、寮のみんなとボードゲームやった時あったでしょ？その時メイちゃんずっと1位ですごいなって。すごくないよ。どうしてそんなに勝てるのかなって。まずは理解、そこから論理立て、実践、検証、蓄積、それがあって状況に応じた判断と選択。え？どんなゲームでもそれが大事。もちろん突き詰めた先は運ゲーだけど。え？運ゲー？うん。でもゲームやってる最中にそんなにたくさんのこと考えたりできるの？できるよ。できないと負けるから。ああ、やっぱりメイちゃんってすごいんだね。リエちゃんが自慢するのもわかるな。リエ？うん。お互いにチームメンバーのことをよく話したりしててね。そこでメイちゃんのことも話したことあって。そう。他は？え？他？リエと何話すの？あ、お仕事のこととか。仕事？うん。リエちゃんすごくしっかりしてるから。そうだね。自分だけのことじゃなくてちゃんと他人のことも考えてスケジュール組んだりとかしてて、ついいろいろと聞いちゃうんだけど、リエちゃんとても親切に教えてくれるの。うん、それがリエだから。リエちゃんってすごいね。うん。あ、もう時間だね。そうだね。今度は私も一緒にテレビゲームしたいな。マイカちゃん、メイちゃんとやってるといつも楽しそうだから。ああ、いいよ。金曜以外なら。え？金曜日以外？うん。そっか。うん、わかった。今日はありがとう、メイちゃん。うん。じゃあ、今日はここまでだね。お相手は、私、ムツイシ・ハルナと、トーミ・メイでした。明日は引き続き私たちとさらにチサさんが参加します。楽しみにしててくださいね。それではまた明日。お疲れ様でした。